ビクトル・ザ・ハロビチ・レベデフは、ソビエト連邦の外交官。1900年に生まれ、1922年に、リャザン教育学院を、1925年に、モスクワ大学を卒業した。1929年から1940年まで、スターリン全連邦食品産業アカデミー、マルクス・レーニン主義学部部長、准教授を務め、同年には、 ソビエト連邦外務人民委員部均等部インターン、同年から翌1941年5月8日、までは中優ゴスラビア、連邦大使顧問、同年から1943年11月までは、外務人民委員部の外交文書選択専門コンサルタント、さらに同時期には、赤軍参謀本部情報局スタッフ、人民委員部予備役、ソビエト情報局国際部副部長にも就いた。 同月12日から1945年3月13日まで、在ロンドンユーゴスラビア政府担当大使、1943年11月30日から1945年1月6日まで、在ロンドン連合国政府及び、 在ロンドンベルニー政府担当大使、1943年11月30日から1945年1月6日まで、在ロンドンノルウェー政府担当大使、1943年11月30日から1945年1月6日まで、在ロンドンオランダ政府担当大使、1943年11月30日から1945年11月17日まで、 在ロン,ドンルクセンブルク政府担当講師を歴任。1945年1月6日から1951年3月2日までは中ポーランド大使を務め、ソ連ポーランド関係の最重要人物として、ヨシフ・スターリンの外交政策を推進した。1951年4月8日から1958年10月10日までは、中フィンランド講師及び大使につき、 同月から1961年までは外務省外交文書公開委員会専門コンサルタント、同年から1965年までは外務省高等外交学校校長を務めた。1965年11月に引退し、1968年にモスクワで死去した。ありがとうございます。